うわぁ、なんて美しい。まるで天使みたいなお魚さん。なんという美しさでしょう。素晴らしい。美しさは並外れたものです。こんな美しさは存在していいのだろうか。すごい、見てみて。他の魚とは比較にならないぐらい美しい。いくらで買えるのですか？魚さんが大変。水をかけなきゃ。瀕死の魚に鼻で必死に水をかける犬のいる風景。陸地で瀕死状態になっていた数匹の魚。この魚に対して一匹の犬がこんなジェスチャーを見せた。自らの鼻を使い、魚たちに水をかけてあげているのだ。死にそうになっている魚を救おうとしているのかもしれないし、現実的な解釈をすれば、魚、じゃなくて犬は物を埋める習性があるから、後で食べるために埋めようとしているのかもしれない。魚には水が必要と理解している優しさ。優しいワンちゃんやね。ワンコ、鼻の皮がむけてしまいやせんか。優しい子じゃ。にしても、なんで魚が置いてあるのかがよくわからない。うちの犬、嫌いなおやつだとよくこうやってた。タチウオさん、本当に刀のようだ。綺麗だな、飾りたい。食べるのがもったいないな。そもそも食べれるのか？こんな魚がいるんだね。知らなかったわ。凍らないし光る。血液中に不凍液が流れる珍しい魚が北極圏で発見される。不凍液の流れる魚は食いたくないな。甘くて美味しいかもよ。猫、美味しそうだにゃー。全く見たこともない魚が発見される。黒いおひれは偽物に見える。これって本物か？あのポケモンは何ですか？やっぱり偽物だったか。一瞬ベノムが魚を捕まえたのかと思った。どっちの魚でもかっこいい。川で魚の大群がジャンプ。元気に飛び跳ねる魚たち。なぜ魚はジャンプする？何か意味があるのかな？釣りが坊主の時にこの動画を見て絶望しました。釣り師の夢みたいなものだな。実はこの魚は全部偽物でした。嘘。言ってみたいけど美味しいのかな、この魚。世界で一番餌を食べるのが下手なお魚さん。どんだけ時間かかっているんだよ。砂の方が多く食べていないか？前菜に砂、メインに餌となっています。かわいそうなお魚さん。メガネでもかけないといけないかもね。酔っ払いはだいたいこんな感じ。パンパンに膨らんだフグ。海に返すとすぐにしぼんでしまう。ええー、すげ。どうやって膨らんだんだ。確か水と空気を取り込んで膨らんでるんじゃなかったかな。だから海に返したとき浮いていた。フグといえば毒だから触りたくはない。デボン紀を生きた古代魚、ダンクルオステウスの詳細が明らかに。古代魚の中でも、最大級の大きさを誇ると言われていた、デボン紀後期を生きた古代魚、ダンクルオステウスは、体長9メートルはあると予測されていた。だが、新たな研究によると、これまで考えられていたより体長は短く、その半分ほどだったらしい。軟骨の骨格を持つ現代の魚と違って、ダンクルオステウスは軟骨の骨格に鎧のように硬い頭蓋骨がくっついていた。その頭蓋骨は、高さが85センチメートル近くあり、映画エイリアンのあの怪物に似ていて恐ろしい。マグロと言われると美味しそうに見えてきた。美味しかったのかな、この頃の魚。頭でっかちなの可愛いからいいぞ。水中の釣り竿に GoPro つけて魚が釣られる瞬間。頭の中天国と地獄流れてたわら。ゲーム画面かと思った。はぁ、来てる来てるよー。マジでフィッシングゲームみたいなんだな。体をかじられながらも生き延びていた魚、漁師が釣り上げびっくり仰天、こんなにもえぐれていたわけだし、アメリカ。全長46センチメートルほどのこの魚、胴の部分が丸く欠損しており、おそらくは小さなサメか大きなムツなどの天敵にかじられた可能性が高いという。
人かじりされたものの、なんとか逃げ切り生き延びた魚。傷口は完全に塞がっていたそうだ。奇跡の生還を果たしたこの魚に敬意を表し、海に戻したところ、元気に泳いでいったという。うお、すげえな。野生の生き物のたくましさには感心させられるわ。絶体絶命なピンチ。サメの集団の近くで隠れる魚。やべえ。ヤンキーに絡まれているオタクくんみたい。まさに動いたら負けるコース。かくれんぼチャンピオン2023。魚は匂いで気づかないのか。光の向きに応じて変化するアワビかい。光の屈折によってデザインが変わるのか。綺麗だね。いくらだろう。水中ではどれくらい綺麗だろうかな。両生類に進化しようとしているお魚さん、見つかる。なんやこいつ。コイか？進化の途中か。珍しい。水が冷たすぎて入ってらんなくなったんやろ。てめにギス、頭だけが透明で中身がパックリ見える深海よ。正面中央に見える、灰色の伏し目がちな目に見えるものは目じゃなくて収穫器。本当の目玉は、透けて見える頭の中の緑色のドームの下にぴょこんと突き出ている突起物のようなものがそうなんだって。血液は無色透明でOK？ヘモグロビンないってことか。なんか CG みたい。これネタじゃないっすよね？普段は眼球を上に向けて透明の頭を通して頭上を見てるんだってさ。目ん玉動かせば自分の胴体以外全部見えるのかもね。陸上に上げたら太陽光強すぎて、目がーってなりそうだな。頭の中に蓋が開いてるのかと思った。海の中のアサリの泳ぎ方、どことなく可愛い。アサリが泳げるなんて知らなかった。私は小さな頃から泳ぐって教えられていました。ドヤ顔。結構早くないか？機動性もあるし。アサリが泳げるなら私はもっと泳げる。助けて。小さなお魚の大胆なお引っ越しが見ていて気持ちいい。魚のジェットコースター。ぐるぐる回ってて楽しそう。かなりの時間移動してたね。お魚のウォータースライダーがとっても可愛い。ハブクラゲの毒って水クラゲの4倍程度の強さなんですか。ハブカスザコスギウチ、内容読み。よっしゃ触ったろ、バチャーン。毒があるってわかってるのに触るのか困惑。触手多いからその分重症化するんか。魚って懐くの？遊んでもらっているの？とても訓練された犬ですね。よく懐いています。いいな、やってみたいけど噛まれそう。これは楽しい動画というより感動的な動画だな。魚と戯れる時が来るなんて素晴らしい。魚屋に行ってきます。動物たちもこうやって人と接してくれると嬉しいです。サメと親友になったダイバー、イチャイチャする。めっちゃ懐いとるやん。猫ザメって言うんやで。猫ちゃんのように懐いてるやんか。かわよ。すごいけど、結構不気味な顔してんな。口の中見せんな。歩く魚、ヒレで歩きます、歩きます、ジャンプします、そして泳ぎます。どこで購入または入手できますか？これは魚が陸地を歩く過程の中間段階です。あれ、私のペットどこ行った？そのうち喋りそう。進化し続けると人魚になるとか。奇妙な生物、この生き物の名前は何ですか？トビハゼです。魚だって撫でられたい。水槽清掃員にピタッと寄り添い撫でてもらうのを待っている猫みたいな魚。魚が猫化した、とでも言うのだろうか。水族館の水槽の清掃をしていた男性に一匹の魚が近づいてきた。男性の膝まで来ると、何かを催促している。男性はすぐに察したようで、愛おしそうにその魚を撫でてやる。この魚、撫でてもらうのが目的で近づいてきたようなのだ。魚
魚にこんな個性があったなんて。なんか魚が愛おしくて、少し食べづらくなるね。魚の種類なんだろう。クエカマダラハタかな？こんなに懐かれると可愛いね。もしくはダイバーをホンソメワケベラあたりと勘違いしてそう。可愛い。魚撫でてみたい。大人のおもちゃと呼ばれてしまった海の生き物。ようやくクラゲか。食えるんか？ガラス細工みたいだな。愛用してます。ドンキで見たことある。幸せを呼ぶバナナウナギ釣れた。ほらおじさんのバナナウナギだよ。うおー、本当にバナナだ。シュガースポット出てる。毒のある海の生き物にしか見えない。初めて見たし聞いたわ。想像以上にバナナだった。すげえ、バナナだおじさん、すげえ。とっても可愛い魚。懐き具合が半端じゃない。なんて可愛いんだろう。ハリセンボンは知っていますが、こんなに表情豊かな子は初めてです。可愛い。飼いたくなってきた。